おはこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、イラン航空655便撃墜事件について解説していくわ。犠牲者数は航空事故史上8番目に多く、ペルシア湾におけるものとしては最多の事件よ。ふむふむ。一体何人が犠牲になったんだ？子供66人を含む、6カ国合わせて290人の乗員乗客全員が死亡したわ。多いな。罪のない子供まで犠牲に。今回もわかりやすい解説よろしく頼むぞ、霊夢。任せなさい。3本目ともなるとだんだん慣れてきたわ。では早速解説していくわね。ゆっくりしていってね。今回の事件は1988年7月3日に、ホルムズ海峡に停泊していた、アメリカ海軍のミサイル巡洋艦ヴィンセンスが、間違えて民間機のイラン航空655便を撃墜した話よ。間違えて撃墜？何と間違えたんだ？簡潔に言えば敵軍の戦闘機と間違えたわね。当時はイラン・イラク戦争の真っ只中だったのよ。1年前の1987年には、アメリカ海軍のミサイルフリゲートのスタークがイラク空軍機に誤射されて、乗員37名が死亡する事件も起きていて、両国の間には緊張状態が続いていた。要はピリピリしてたの。なるほどな。先に誤射されたのはアメリカ海軍ってことか。37人の大切な仲間も失って、お互いの国が、お互いの動きに敏感になってたんだな。その通りよ。当日の朝、イラン航空655便がバンダレ・アッバース国際空港をドバイへ向けて離陸したわ。どうやら30分の遅延が起きていたそう。この空港は軍民共用空港で、アメリカ軍はこの空港に、イラン空軍の F-14 が配備されていることを事前に察知していた。要は戦闘機が紛れているかもと危惧していたの。ミサイル巡洋艦ヴィンセンスのレーダーは、バンダレ・アッバース空港から655便が離陸した直後から機影を捉えていた。この時点でアメリカ海軍は、戦闘機なんじゃないかと655便を疑っていたわ。ふむふむ。要注意機体として、離陸の時から狙いを定められていたのか。でもさすがに民間機と知っていたら撃ち落とさないよな。どうして間違えてしまったんだ？そのあたりはちょうど説明しようと思っていたところよ。655便は民間旅客機であることを示す信号を出していたんだけど、ここで大きな問題が起きたわ。ごくり。一体何が起きたんだ？偶然にもミサイル巡洋艦ヴィンセンスは、655便が離陸した前後に、バンダレ・アッバース空港で待機していた F-14 の信号を受信してしまったの。655便はきちんと民間機であることを示す信号を出していたのに、警戒していた戦闘機の信号を受信してしまったのよ。これがどういうことかわかる？アメリカ海軍からしてみれば、警戒していた戦闘機がついに離陸したという認識になるな。その通りよ。でも戦闘機だと断定したわけじゃないわ。まだ民間機の可能性もある。でも同時に戦闘機である可能性も否定できない状態だった。戦争には一役二の未来がかかってる。事態はさらに緊迫していくわ。そんな中、ヴィンセンスの艦長は中東機動部隊司令官に対して、イラン軍 F-14 戦闘機。実際は655便の接近を報告したの。この時点で距離は28マイル45キロまで近づいていて、20マイル32キロまで接近した場合は攻撃することを報告し、司令官もこれを了承したわ。ミサイル巡洋艦ヴィンセンスは、655便に信号で警告したわ。でも信号の内容が漠然としていて、655便は時期に対してではないだろうとスルーしてしまったのよ。今ほど技術が発達してないからな。その後ヴィンセンスはどんな判断を取ったんだ？戦況が変わっていく中、655便が民間機であるか、それとも警備艇をおとりとした、共同作戦に参加する戦闘機であるか判断がつきかねる状況に陥ったわ。でものんびりはしてられない。ヴィンセンスからイラン航空に対する最後の警告が行われたけど、応答はなかったわ。655便は国際航空路上を速度を上げ、上昇を続けていた。でもヴィンセンスはこれを加速しながら降下し、攻撃態勢を整えていると誤って判断してしまった。これが撃墜の決め手になったのよ。高度13,500フィートの目標に対し、ミサイルを2発発射したわ。このうち少なくとも1発が命中し、655便を撃墜した。すぐにヴィンセンスは撃墜した目標が民間機だと気づいた。目の前で墜落していく655便。もう手遅れだったんだな。7年後の1996年2月22日、アメリカは撃墜によるイラン人犠牲者248人に対する保証費、6180万ドルの支払いに同意し、事実上自国軍の非を認めた形となった。これが事件の全貌よ。ちなみに6180万ドルは、日本円で約67億1958万ね。事件後、イラン航空では犠牲者の記念として、テヘランドバイ艦に655便の名を使い続けているわ。事件の傷跡は消えないが、同じことが二度と起きないように語り継がれていくんだな。もちろん。
それがご遺族や亡くなった方にできる償いでもあるからね。今回はこの辺で終わりにするわね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは他にも事故災害について投稿するから、よければチャンネル登録と高評価よろしく頼むぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。